ミハイル・イバーノビチ・カリーニン1946年6月3日は、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家、オールドボリシェビキとして、ロシア SFSR とソ連の国家元首にあたるロシア、中央執行委員会議長、ソ連中央執行委員会議長、ソ連最高会議幹部会議長を歴任した。1875年11月19日、ロシア帝国時代のトベリベルフナやトロイツァ村の農民の子として生まれた。少年時代は地主に雇われ、小学校と地主の家の図書室で学ぶことができた。1889年、地主の夫人の計らいで、サンクトペテルブルクに移り、砲兵工廠、プチロフ工場で、旋盤工として勤務した。1891年の16歳の時、プチロフ工場で、革命運動に入る。1898年、ロシア社会民主労働党に入党する。党分裂後は、ウラジーミル・レーニン率いるボリシェビキに属する。以後、幾度か当局による、逮捕、追放と脱走を経験する。1919年、党中央委員に選出。同年3月に、スペイン風邪で死去したヤーコフ・スベルドロフの後任として、全ロ中央執行委員会議長に就任する。1923年、ソビエト社会主義共和国連邦が正式に発足すると、ソビエト連邦中央執行委員会議長として、第1回ソビエト大会を取り仕切った。最高会議に改組されると、カリーニンは最高会議幹部会議長に選出され、死去する1946年までその地位を保った。1924年6月、党中央委員会政治局員候補に、1926年1月には政治局員に選出された。レーニンはカリーニンを労働者、農民の事情に精通した人物とみなしていた。また、国家元首として、週に1回限られた人数ではあったが一般市民と接見し、希望を聞くなどしていた。そのためボリシェビキの長老として、高校野然とした風貌も相まって大粛清が始まると、カリーニンには多数の請願が寄せられた。カリーニンはしばしば裁判に介入して、無辜の人々を救済し、愛しき父親、スターリンに対して、親切な祖父、カリーニンと親しまれた。一方で、大粛清やカティンの森事件の指令書に公式に署名している。大粛清において、スターリンは当時まで生存していた革命時代の元勲を自身の脅威とみなし、そのほとんどを追放、処刑していた。その中でカリーニンはソ連成立初期から実権のない国家元首という名誉職にあって、権力闘争から遠ざかっていたことから自身は粛清対象とはならずに名脈を保ったものの、夫人のエカテリーナ・カリーニナはトロツキストの容疑で、強制収容所に送り込まれている。第二次世界大戦直後にエカテリーナは釈放されたが、その後も国内で軟禁状態に置かれ、スターリンの死の翌年であり、カリーニンの死後8年経った1954年に、ようやく名誉回復となった。カリーニンは1946年6月3日に、モスクワで死去し、クレムリンの壁墓所に埋葬された。ボルガ川沿いの都市、トベリは1931年から1990年までは、カリーニンに改名された。また、1945年、ソ連に占領、編入された東プロイセンのケーニヒスベルクは、カリーニングラードと改名され、ソ連ロシア領となった東プロイセン北部は、カリーニングラード州と命名された。ありがとうございます。